会社の生い立ちのお話ぜひ聞かせていただきたいんですが、はいはい、高谷社長はもともとは京セラの営業担当をされてらっしゃった、はいはい、その方が36歳で突如この独立企業といいますか、はい、この事業に入ってこられるわけですけど、どういう経緯があって、はい、こういうイーガーディアンが設立されることになったんですか。はい、まあ、私は1995年に京セラに入社をしまして、はい、京セラは KDDI、はい、まあ、今の au さんに出資をしてましたので、うん、まあ、ドコモさんに負けないモバイルインターネットをやらないといけないということで、この京セラグループとして、はい、この KDDI のモバイルインターネットを、はい、よりサポートするために、まあ、データセンターを作ったり、うん、そのコンテンツプロバイダーを au に誘致してくると、そういう活動をやってました。そこにいらっしゃったんですか。そこにいました、でそこにいた時に、はい、この eGuardian の前身のホットポットという社名の会社でございますけれども、はい、私がまあ営業マンとして担当したということがまあきっかけでですね、はい、何の会社だったんですか。それは携帯コンテンツプロバイダーですね。でその携帯コンテンツをもっと au でコンテンツを増やしましょうとか、うん、まあ、そういうサーバーは京セラの方で用意してますんで使ってくださいとか、まあ、そういう取り組みをまあその当時の社長さんとスタートをしたわけでございます、はい、何年かそうやって2人で、まあ、ホットポットの社長と仕事をしているうちに、はい、当時やはりコンテンツ事業で上場していく会社が多かったものですから、はいはい、当時の社長さんが、まあ、コンテンツ事業を他社に分割をして、他社と合併させてそっち側で、まあ、上場するので、うん、今のそのコンテンツ事業の裏側の運用部門、うん、はい、監視部門、はい、まあ、こういったものだけ残るけども、はい、やってみないかというお声掛けをいただいたわけでございます、まあ、その時に、やはりインターネットと安心安全と、はい、いうことはですね、おそらくあと100年200年経っても言ってる永遠のテーマだなと、うん、まあ、いうことで、うん、これは非常にやる価値があると思いまして、ぜひやらせてくださいということで、まあ、一部株を私が買わせていただいて、はい、入社をして、何かこうインターネットと安心安全をイメージできる社名にしようということで、まあ、eGuardianという社名に変えてですね、再スタートしたということでございます。じゃあそのモバイルインターネットのコンテンツプロバイダーの会社のコンテンツが売却されて、うん、そうですね、仕組みの部分だけ残ったと。残ったと。この回しの運用の会社を、うん、に入られたということですね。でその社長になられたと。そうですね、で会社名を eGuardian に変えたと。はあ、そういう流れです、ね、そこにそれだけのビジネスの可能性とかやる価値を見出されたわけですね。そうですね、うん、そこは何か直感的なものがあってですね、モバイルインターネットが出た当時からやはり出会って事件事故が起きた、薬の取引だとかっていって、こうインターネットが割と悪用されるシーンをいろいろと目にしてましたので、より端末が進化していき、まあインターネットが進化していく中でいろんな事件事故が起こるだろうなというのは何となく予見ができたので、まあそっちに思い切って、まあ、仕事自体も全部変えてしまったということでございます。